ンネル。 DYM 人事部熊谷です。萩田おのかです。加本です。萩田おのかと学ぶ就職活動、新しい方、はいはい、はじめましてです。何者ですか？タレントしてます。タレントどんなことしてるんですか普段？こう今はいろいろなことやらせていただいてて、うん、1回だけ MC のお仕事もさせていただいたりとか、はい、今はこっちで MC できるんですか？いやまだ全然勉強中です、うん、なので今日はいろいろ勉強させて、はい、MC ではないです、ね、MC ではないです、MC のコツを教えてあげましょうか。ぜひ教えてください。熊谷さんに乗っかることです。乗っかれば大丈夫ですか、はい、しこりますということで、はい、ということで今日は、はい、クラウド業界、はい、クラウドってなんですか？なんでこっちを向くんですか？一斉に、いや、はい、萩田さんが言ってたから、はい、分かりやすく言うと多分使ってる方たくさんいらっしゃるのが、まあ、Gmail とか Yahoo メールとか、多分大昔ってそれこそ携帯とかにメールが来たらそのデータが入ってる端末でしか見ることができなかったと思うんですけど、このデータを要は各そのハードって言って機械の中じゃなくてネット上のまあ言ったらクラウド、まあ、雲っていうんですよね、クラウドってネット上のまあサーバーに置いておいて、でネットに接続できる機械からだったら、まあ、そのデータを取りに行けば全部見れるよね、はい、なので多分 Gmail とかって家のパソコンからログインしてもスマホからログインしても極端な話実家帰って実家のパソコンからログインしても全部受信ボックス見れるんですけど、パソコンとかスマホの中にデータが入ってるんじゃなくて、うん、クラウド上にデータがあるからどこでも見られるよっていう便利なサービスっていうことですね、はい、だから iPhone ってよく、はい、iCloud に保存されてませんみたいな出る人いないですか？めっちゃ出ますあれはあの iPhone の、 あの機械のもうこの端末の中に保存されてるのもあるんだけど、うん、あれをクラウドっていう要はこう仮想世界じゃないけど、うん、の方に自分の写真をアップしておくと、うん、iPhone を変えた後もそっちから引っ張ってくるよね写真が、うん、だから iPhone は定期的にクラウドに自分のデータを上げておいた方が端末に影響せずに、うん、iPhone をパクられてすられても、うん、自分の画像データは引っ張ってくれる、うん、そういうことなんですね、うん、ただ、うん、iCloud は iCloud で容量っていうのはお金をかけて買うものなので自分の撮った動画とか写真をアップし続けてるとそこの利用料みたいなのがどんどん上がっていくと、だから iCloud に上げてればいいかっていうとそっちはそっちでお金がかかっちゃうので、うん、そこのバランスを考えながら iPhone のデータを管理するっていうのが、まあ、一般的なクラウドで一番身近な例ですね。そうですね、はいはい、ということで、まあ、クラウドにもいろいろあるというところでですね、上の方でまたまとめたものがありますのでこちらご覧ください。仕組みを大きく3つに分けるとですね、こういったものになってます。SaaS、VaaS、IaaS、ネット系でソフトウェアの機能を、使用することができるのが SaaS ですね、はい、でアプリが稼働するためのデータベースやプログラム環境が提供されるサービスというのが VaaS ですね。で IaaS というのがシステムの稼働に必要な仮想サーバーや HDD、ファイアウォールのインフラをネット上で提供するサービスというものになっておりまして、それぞれ有名どころが書かれているという形になっております。皆さんもなんかこのフリップ見てみたらこれ使ってるかもみたいなのありますか？パワーポイントとかエクセルとかを使ってたらまあ一応保存先が Google ドライブだったらまあクラウド使ってますねっていう、ね、いうことですよね、はい、スプレッドシートとか、はい、使ったことありますか？これクラウドサービスなんですか？そうですね、クラウドですね。僕らはねここで言うとまあセールスフォースとか、はい、僕はセールスフォース使ってないですけど、そうですね、セールスフォースとかサイボーズとか、はい、サンサンとか、はい、これは有名ですよね。比較的な我々の職場環境でも身近なものがそうだったりですね、うん、はい、ニッチな領域だったりとかでトップシェアを持ってるとか知らないところで使ってたっていうのはそれこそねあるかもしれないですねそうですね、自分のその使ってるのサービス面を確認せずに使ってたりしますからね、はい、基本的には世の中っていうのどんどんいろんなものをこうクラウド化していくっていう方向に向かっているので、まあ、いわゆるこう成長市場成長産業なわけなんですけれども、こういった業界の中での今のその3つのカテゴリーっていうのはまあサービスのカテゴリー分けなんですけど、その各クラウドの会社の中でもいろんな仕事の仕方があるよっていうものでまたまとめてますのでこちらをご覧ください。大きく4つですね、こういったものに分かれているというものになります。多分一般的に一番イメージしやすいのはこのアプリの開発とかですかね、そういったところだと思いますが、運用だったりとかサービス移行だったりとかですね、このあたりっていうところも重要な業務になってくるという形になってます。だから、はい、超一言で言うとネットが今までつながってない状態でもパソコンでいろいろ仕事できる人多かったんですよ、はい、何かというと全部こうデータを一回
あの大体みんな多分デスクトップに保存してたと思うんですけど、あと USB にデータ入れて持ち歩いてますね、でも今ってもうデスクトップに保存するっていうことがもう超少なくなってきてるんですよ。要はそのパソコンに保存しても他の人が使えないから、Excel って自分のパソコンに保存するけど他の人使えないじゃないですか。スプレッドシートってみんなで一つの Excel みたいなのをいじれるじゃないですか。100倍どっちの方が便利なんですよ。そうですね。だからでもスプレッドシートっていうのはネットがつながってないと使えないと、だからクラウド化すればするほどネットがつながってないパソコンがもう意味なくなってきちゃう、まあ、そんな感じで。そうですね、確かにまあ今手元に PC あってももうネットつながってなかったら何もできないですもんね。だから逆に言うと今までネットを使わずにできてきたものをいかにネットとつないで効率よくするかみたいなのが多分 SaaS とかクラウド事業の多分最初の課題になってくるんじゃないかなと。そうですね。であとはおそらくこう 5G になってくると結局そのクラウド上に貯めているものを PC に引っ張ってきたりとか、まあ、端末スマホに引っ張ってくるっていうところもより速くなるので、そうですね、より重いものの処理もクラウドから可能になるっていうふうになると、だいぶこう伸びしろある業界だなっていうところなんですけど、こういった会社に入りたい場合って小野さんどうしたらいいですかね。こういう会社に入りたい人の気持ちがよくわからないですよね。なんか開発して自分で作るとかだったら面白そうですけどね、はい、多分ざっくりなんかこういった大きなプロダクトにも携わって、そこでこういろいろとキャリアを積んでいきたいっていう人もいれば、おそらくこういったものがどういうふうに作られていくかっていうのを学んで、その後自分でこうそれこそ独立企業とかをしてプロダクト作る側に回りたいみたいな人もいろいろいると思うんですけど、どんなキャリアが考えられますかこの辺りは。そうですね、僕の意見あんま参考にならないかもしれないですけど、一般的に企業で SaaS で成功すると激安なんですよ。ああ、はいはい、ストックでそうたくさん当たってくると、サブスクって言われるものですよ、はい、流行りの。そう、そうですね、毎月毎月確実に入ってくる費用、はい、お金、これ熱いんですよ。しかもまあ分かると思うんですけど、はい、こんなのクラウドなんて利用者が増えれば増えるほどそれに比例してコストがかかるわけではないんですよ、基本的には。そうですね、サーバーとか置いといた、はい、そうすると1個のものを作ったらみんな使ってって言ってガッと1回広まったら、みんなそれありきで仕事とかし始めるんで、だから SaaS 事業やりたかったら SaaS 企業に就職しろみたいな、すごいなんかずれた意見だったら言えばいるかもしれないですけど、まあ確かにいわゆるその利益定増型モデルなんでね、当たると利益はすごいよということですね、はい、でも夢ありますよね、今までアナログだったものが自動化して、クラウド上でいろいろやれることが増えるっていうのは。そうですね、しかも多分どこかしらの企業のなんか一機関システムを作るとかっていう仕事とまた別で、本当に世の中のありとあらゆるところに浸透していくと、文字通りこう社会とか世の中を変えてるっていう実感が得られるような業界でもあると思うので、かなりスケール大きい仕事にもなるかなと思うんで、はい、伸びしろもありそうですし、今後要注目の業界ということですかね。じゃあ、はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。